カビてんのかこれ。俺クロス天井張り替えなくていいよな。天井大丈夫そう？天井張らなくていいと思う。16,500円いますね。床 CM 張り替えてこのままでいかんのか。ああ破れがあるか、ああ破れがあるか。これ自身が CM じゃん。うん、インク使うんだ。リモコンまでつけなくていいと思うけどな。何の照明なくしちゃいそうだよ、うん、な、うん、だけど安いは安いけどな。リモコン付き1万円だったら照明安いもんね。うちのやつも結構1万円ぐらいで買ってたよ。カーテンレール、ダブルにするの。うん？カーテンレール。いるの？まあ、とりあえず買えるには買えるけど。高いなぁ、ハウスクリーニング。うん。ねえ。まあ、ハウスクリーニングはなんか、保証会社の方でやってくれるらしいから。26万な、うん、天井抜いてもらえ。そうね、そしたら25万になるよ。ほんでなんかうちがやるんでしょ。ほんでえティアさんじゃなくてうちがやるんでしょ。うん、うちがやるって。青犬がやんないよ。えなんでティアズでやるよ。やることにしたの、うん、なんでなんでって。なんで出口万全さんにならないといけない。なんでティアーズ直でやってもらえないのこれ。え、ティアーズ直でやってもらうよ。それでこの価格なんか。そうか、ティアーズ自体が高いんだって。昨日のお客さんもクロスイクラ、うん、あの大家さんのところでやってたお客さん、うん、大家さんのところでっていうか、うん、出汁度は800円だから1100円あれば儲けも出るんだよ、うん。だからうち企業努力どれだけやってないかってことだって。わかる。まあ、うん、何回油性でしょ。これエアコンだったな、そのやつけど、もともとの。そう、これ抜いちゃうとね、壁になっちゃうと。壁が穴が開いちゃうって、うん、これ何、なんか入居中に買ったんでしょ、どうせ。そうだよ。